ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日は最強の超大紫の生態について解説していくぞ。大紫って日本の国鳥に指定されている青紫色の綺麗な蝶のことね。写真とかで見るとうっとりするわ。色が綺麗なのはオスの方で、メスは地味な焦げ茶色でパッと見がと間違えそうな見た目をしているんだ。まるでクジャクみたいね。求愛に何か関係があるのかしら。そういうところも含めて解説していくぜ。楽しみだわ。マリサさん、それじゃあ早速、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。大紫は縦波長科の蝶で1863年に日本で初めて発見されたんだ。そうだったのね。発見場所は神奈川で、俗名は佐々木屋といって昆虫学者の佐々木忠次郎に献名されたものだ。新種が発見された場所を起産地と呼ぶわ。発見したのはイギリスの博物学者ウィリアム・ヒューイットソンだ。大紫は発見当初ディアデマ族の仲間と考えられディアデマカロンダという名前で発表されたぜ。最初は分類を間違えられたのね。それを1896年にイギリスの昆虫学者フレドリック・ムーアが佐々木屋族を作り、そこに大紫と、当時別種だと考えられていた韓国の大紫を入れたんだ。大紫って日本の国鳥だけど日本以外にもいるのね。朝鮮半島、中国大陸東部、台湾、南はベトナム北部まで分布する東アジアの代表的な蝶だぜ。思ったよりワールドワイドな存在なのね。日本では北海道から九州まで幅広く生息しているぞ。北限は北海道浜松村、南限は宮崎県小林市だ。日本のいろんなところにいるのね。でもモンシロチョウとかみたいに見かけたことないわ。日本では生息環境が限られていて、適度に管理されたやや規模の大きい雑木林を好む傾向が強い。確かにテレビとかで特集されてる時も森の中で見つける作業が入るわね。都市郊外では地域絶滅の危機に陥っている場所もある。それは大変だわ。実際大紫は準絶滅危惧種だ。その一方で山梨県では広域で多産する地域があるぞ。北杜市には大紫センターという場所があって観察することができるんだ。県を挙げて保護に取り組んでいるのね。でもなんで山梨県は大紫が多いの？2004年に市町村合併が行われて北杜市になる前、長坂町という町があって、そこが日本で一番大紫が多い場所と言われていたんだ。理由として昔から炭焼きが盛んで、炭の原料となるクヌギ林が多く残り、大紫が卵を産みつけるエノキが八ヶ岳高原を流れる水辺に多く生息していて、冬は寒く適度に雪が降って乾燥が少ないといった条件が重なったためと言われている。大紫が繁殖するためにとても都合のいい環境が整っているというわけね。そういうことだぜ。大紫は羽を広げた状態でメスが12センチほど、オスが10センチほどで、北へ行くほどサイズが小さくなっていく。逆にベトナムのものは日本のと比べると巨大だ。メガロドンの動画でやった逆ベルクマンの法則ね。差が出るのはサイズだけじゃなく、羽の裏の色も南では白く、北に行くほど黄色が強くなっていく。中間地点では色が混在しているぜ。ベトナムの大紫は羽の裏の色がより鮮やかで派手だ。地域によって色々なのね。メスとオスで表の羽の色が違うのはオスが空中で激しい追いかけ合いをする習性があり、はっきり雌雄を識別する必要があるためとされているぜ。求愛のためじゃなかったのね。大紫のオスは縄張り意識が強く、羽をボロボロにして空中戦を行うんだ。大紫は時速20キロで飛べるからそんなスピードでメスに突っ込んだらソース缶決定だな。そんなスピードが出るのね。顔にぶち当たられたら悲惨だわ。だから羽ばたく音が聞こえるんだぜ。蝶の羽から音が鳴るって想像がつかないわ。メスとオスどちらも裏の色が同じなのは、樹液を吸う時に木の幹が保護色になるようにだそうだ。大紫は花の蜜だけじゃなくて樹液も吸うのね。ああ。クヌギ、ナラ、柳なんかの樹液を吸うぞ。だから樹液をめぐってカブトムシやクワガタ、スズメバチなんかと熾烈な争いを繰り広げているんだ。あっという間に羽を破かれそうなイメージがあるわ。大丈夫なのかしら？それが自慢の大きな羽を羽ばたかせることによってライバルを追い払うんだ。あの大きな羽で音を鳴らされたら相当怖いわね。ちなみに大紫は花の蜜や樹液の他に腐った果実や動物の排泄物の汁を吸うぞ。急に華麗で気品のあるイメージが崩れたわ。ハエと同じじゃない。まあどんなに綺麗でも昆虫という括りであることには違いないからな。それに食糞自体はハムスターやウサギもやることだからそんな目で見なくてもいいと思うぞ。人間がやったら死ぬからよ。難儀だな。大紫の寿命は1年で、毎年新しい大紫が生まれている。儚いわ。7月から8月にかけてエノキの葉に1ミリほどの青緑色の球形の卵を産みつける。この卵には精巣という穴があり、メスが産卵するときに精子がここから入るようになっているんだ。科学の実験みたいな要領で受精するのね。
卵の縦筋を柱状、横筋を扇状というぞ。卵の殻は硬い基沈質からなっていて、空気は通しやすく水は通しにくい性質で乾燥しないようになっているんだ。すごい高性能な殻なのね。基沈は生物資源由来の物質で、枯渇の恐れがなく安全性が高い、生物分解性であるといった特徴から、手術用縫合糸としての利用も検討されたくらいだぜ。それはすごいわね。産みつけられた卵は6から10日で孵化するんだ。秋はすぐそこなのに卵のまま越冬しないのね。孵化したばかりの幼虫を一例幼虫と言って脱皮するごとに数字が増えていく。卵から孵化した幼虫は卵の殻をほとんど食べてからあちこちに散っていくんだ。自分の痕跡を消すために食べるやつね。こうやって殻を食べることによって幼虫はエノキの葉を食べることを覚えるんだそうだ。不思議な仕組みね。幼虫はエノキの葉の真ん中に穴を開けるように食べるぞ。何その食パンの耳を残すみたいな食べ方。人間の感性でいくと行儀悪いよな。一例幼虫の時点では角はなく、背中の突起もそんなに目立たない。で、一週間経つと脱皮して二例幼虫になる。脱皮のペースってそんなに早いのね。ああ。二例幼虫になると頭に二本の角が生えて背中に四対の突起物が出てくるぞ。ザ、幼虫って感じね。ちなみに同じ縦波長科のゴマダラ長の幼虫は背中の突起物が三対だから見分けるのに使えるぞ。この二例幼虫になるとアリに食べられたり脱皮中に死んだりして数が激減するんだ。孵化して一週間でいきなりふるいにかけられるのね。過酷すぎるわ。この過酷なサバイバルを20日間乗り越えると次の三例幼虫になれるわけだ。20日間のサバイバルを生き残った猛者だけが残るのね。三例幼虫になると葉を端から食べるようになるぞ。ようやくパンの耳を食べるようになるのね。北海道や東北地方といった寒い地域ではこの三例幼虫の状態で冬を越すんだ。それ以外の地域では四例幼虫で一等するぞ。同じ種でも同じ過程をたどらないのね。ああ。脱皮回数が1回少ない分、寒い地域の大紫は小さいんだ。暖かい地域では三例幼虫の期間を40日ほど過ごした後脱皮して四例幼虫になる。ここでトランスフォームが起こり、腹側が広くなり平べったくなるんだ。気温が低くなってくると食欲がなくなり体の色が落ち葉の色に変わっていく。越冬の準備が始まるのね。ごく稀に五例幼虫もいるそうだ。越冬の方法はエノキの木の下に降りて根元の葉の裏に張り付いて冬を越す。暖かい日には動き回ることもあるそうだ。この状態を越冬幼虫といって、暑さと乾燥に弱いため日中は温度が上がらない日陰に固まっていることが多い。そうやってじーっと春が来るのを待つのね。この時落ち葉の掃除をされたりして幼虫がいなくなってしまうこともある。良かれと思ってやったことが幼虫にとってはクリティカルヒットになるわけね。そうして5月の若葉が芽吹く頃にまたエノキの木に登るわけだが、木に登れない幼虫も4割いて生存数が減るんだ。さらにふるいにかけられるわけね。木に登ることができた幼虫は天敵の鳥に見つからないように、枝の分かれ目のところに張り付いてじっとしているんだ。鳥も子育ての季節だからどっちも必死ね。木に登ってから20日くらい経つと、脱皮して5例幼虫になる。この時枯れ葉色から緑色へと変わるぞ。本当だわ。よく見るタイプの幼虫ね。食欲が旺盛になって1日に1ミリ以上のペースで成長する。小さい虫がそのペースで大きくなるってすごいわ。五霊幼虫はエノキの葉に自分の吐き出す糸で体を固定するための台座を作るんだ。空腹になると台座から離れて糸を吐きながら移動し、葉を食べて満腹になると糸をたどって台座に戻る。ちゃんと家に帰れるヘンデルとグレーテルね。こうして2週間ほど過ごすと脱皮して六霊幼虫になる。六霊幼虫は体が大きいから鳥に見つかって食べられやすい。ここまで成長しても相変わらず非捕食者なのは変わらないのね。牛やウサギだって一生非捕食者だしな。五霊幼虫の時に引き続き食欲は旺盛で次第に体が透けてくるぞ。こうして25日くらい過ごして7センチほどになると、六霊幼虫は前葉といって葉の裏に台座を作り、逆さまの状態でぶら下がり、さなぎになる準備を始めるんだ。メスはオスより10日ほど幼虫の期間が長く、3センチほど大きくなる。卵を産むために必要な準備だぜ。やっとここまで来たわね。この頃にカメムシに体液を吸い取られることがあるそうだ。ここまで来てカメムシにやられたら言葉がないわ。前葉が2日続くと脱皮が始まってサナギになる。これを葉化脱皮と呼ぶぞ。サナギはこの葉に似ているから、見つけるのは至難の業だ。急激に形が変わっていくわね。脱皮してサナギになるのにはホルモンが作用しているんだ。幼虫の体の中には脱皮を促す前鏡腺ホルモンと脱皮を抑える葉弱ホルモンの2種類があって、積算温度や日照時間によってホルモンのバランスが崩れて脱皮したりサナギになったりするんだ。それだと今の異常気象で変な時期に脱皮しちゃったりさなぎになってる個体がいそうね。人間も気温の落差が激しすぎてグロッキーになってるからより小さい生き物に与える影響はすごいだろうな。
さなぎの殻の中では消化器、神経節、生殖器は少し変化するにとどまるが、他の部分はドロドロになった芽胞という細胞が繰り返し分裂して形を作っていくんだ。どうやったら芋虫から蝶になるんだろうって思ってたけど、まさかのドロドロからの生成とは。でもそれくらいしないとあの姿に変わらないのよね。正直どんな風に意識を保ってるのか気になるが覗いちゃいけない深淵味を感じるぜ。マリサ怖いこと言わないで。ドロドロの状態から形が整うと鱗毛や鱗粉が作られ最後に色素が形成されてあの模様が完成するんだ。羽って重要だけど最後に仕上げがされるのね。見た目より性能ってことじゃないか。サナギになって15日くらい経つと体が固まって、サナギの背面がパックリ縦に割れて成虫が頭から出てくるぞ。羽化の始まりね。サナギから出たばかりの成虫は羽が伸びきっていないため、ぶら下がった状態で口と気門から空気を吸い込み、その圧力で体液を羽に送り込んで伸ばすんだ。子供の時、すぐ飛べないから鳥に見つかったら終わりだなって思いながら早送り映像を見ていたわ。わかるぜ。資料映像だから途中で食われるわけないけどやたらドキドキしたよな。サナギになるのはオスの方が早いから、メスより10日早く成虫になるんだ。オスは蝶として鳥とのサバイバルにまず10日生き延びなきゃならないわけね。メスが成虫になってお見合いをするわけだが、オオムラサキは目が悪いからうっかりメスだと思って天敵の鳥の方に飛んでいってしまうこともあるそうだ。鳥からしたらタナボタだけどオオムラサキからしたら自分の行動を悔やんでも悔やみきれないわね。そのせいで食われたらなおさらだな。オスがメスを見つけなきゃ何も始まらないわけだが、禁止だから目だけじゃ仲間かどうか判断できない。なのに鳥に突っ込む行動を取るなんて、子孫を残すために必死すぎるわ。おい霊夢、今ちょっとキモいって思ったな。人間で考えたら相当キモいわ。そうだな。オオムラサキは目が悪いから触覚で相手を確認するんだ。アリの挨拶みたいね。この触覚の先に匂いを嗅ぐ器官があってそれで判断するんだ。それを聞くと犬の挨拶みたいね。オスの鬼は交尾の間メスを捕まえておく把握器と鍵があって、これを使って交尾をするんだ。交尾に数時間かけないと受精しないから大変だな。そんなに体力を削る行為を長時間するんだからそりゃ終わったら死ぬわね。それで卵を7月下旬から8月上旬にかけてイノキの葉、幹に規則正しく産卵するんだ。最初の産卵では地中から100個ほど産む。2回目から次第に数が減っていって最終的に400個ほど産むそうだ。1匹が400個も産むのね。すごいわ。生きてる間ずっとサバイバルしなきゃだから数がいるんだ。悲しいものがあるわね。卵は産卵直後は青緑色でイノキの葉と同じだが、次第に白くなっていくんだ。面白いわね。そして6から10日すると孵化してまた1年が始まるってわけだ。長いような慌ただしいような。時の流れっていうのはそんなもんだぜ。オオムラサキは1957年に日本昆虫学会総会で国鳥に指定されたんだ。そうなのね。どんな風に決まったの？最初に国鳥を決めようという話が出たのは1933年に行われた鳥類同好会で、話し合いの結果、1、日本全体に分布していて簡単に見られる種であること、2、誰でも知っていること、3、大型で模様が鮮明、飛び方など日本的な種類であること、の3点を満たす種が望ましいとされたんだ。話が出たのが1933年で、決まったのが1957年ってことはなかなか決まらなかったのね。ああ、議論が多く行われたぜ。他の候補としてはアゲハチョウ、アサギマダラ、ギフチョウ、赤星ウスバシロチョウなどが挙がった。アゲハチョウはわかるけど、他のチョウは初めて聞いたわ。取り上げられる機会も少ないしな。国チョウになってたらみんなが知るチョウになってたかもな。でもこんなに候補が多いんじゃまとめるの大変そうね。オオムラサキに決まるきっかけでもあったの？1956年6月20日にオオムラサキの切手が発売されたことで国チョウに決まったんだ。切手がきっかけで決まったの？ああ、日本で初めて蝶をデザインした切手に選ばれた蝶だからな。なるほど。切手ならみんな使うから大紫の認知度が跳ね上がるしね。でも国蝶ってことは勝手に捕まえたりしちゃダメってこと？いや、接触禁止というわけではないぜ。ただ、地域によっては保護しているところもあるからそこの生き物の扱いを守る必要はあるけどな。郷に入っては郷に従えってことね。現在環境庁では、オオムラサキを自然環境を測定する目安になる指標昆虫の一つに選んでいるぞ。オオムラサキが育つには大きなクヌギなどの雑木林が必要だものね。最初に話した通り準絶滅危惧種だから保護を行うのはとても大切なことだぜ。復活できる古代生物の動画でも絶滅した種を蘇らせるより、今ある生物多様性を守る方が簡単だって言ってたから、オオムラサキが絶滅しないように行動することが重要になってくるわ。絶滅に瀕している原因としては、農業形態が変化したことによる草原の減少や農薬の過使用、過放牧による環境破壊が挙げられている。人為的なものなのね。
また、成虫は樹液を餌としているから十分な樹液を供給するためにはある程度大きな雑木林が必要だ。スズメバチに勝てると言っても餌はありつきやすい方がいいに決まってるわ。だから開発を伴う大きな森林伐採だけでなく、小規模な伐採が繰り返し行われることによって生じる雑木林の分断化も大紫には脅威になるそうだ。生態系って本当に絶妙なバランスで成り立ってるものなのね。だから保護のためにこれからできることとしては大紫が生息する雑木林の保全と維持管理、開発や道路拡張工事をする際に生息地への影響を最小限に抑える努力を行ったり、公園などが発生地になっている場合は、幼虫が越冬するために必要な落ち葉を掃除しきらずに残しておく、といった生態に即した行動をしていくことだ。地味に公園の落ち葉を片付けないのが大変そうだわ。善意による清掃活動の一番の獲物だからな。2011年には兵庫丹波大紫の会という大紫保護復活活動を行っている会が発足し、大紫の飼育増殖や生息環境の整備などに取り組んでいるぞ。北斗市以外にもこういう組織があるのね。全国のいろんなところに大紫を守るための組織があるぞ。兵庫丹波大紫の会では日々会員が大紫を飼育したり、えのきやクヌギの分布マップを作ったりしているんだ。全員がボランティアだからそれぞれのペースで行っているそうだ。大紫って個人で飼育ができるのね。飼育観察を希望する人には、まずクヌギの木を一本渡して枯らさないかを見てから許可するそうだ。命だものね。簡単に許可はできないわ。もろもろをクリアして放鳥まで至っても、生き残れるのは100分の1以下なんだぜ。そんなに少ないのね。自然は厳しいわ。でも生息地を発信すればもっと協力してくれる人が集まるんじゃないかしら。それはできないんだ。どうして？マニアの間で本来の標本作りから逸脱した大紫の標本が作られることがあるからだ。逸脱ってどういうこと？要は乱獲だ。2021年にヤフオクで出品された大紫の生体は2153匹で、うち1863匹が一人によって出品されたものだったんだ。放鳥しても 1% も残らないのにそんなに乱獲したら簡単にいなくなっちゃうわ。そんな人から買う人もどうかしているわ。売られているのはほとんどが越冬幼虫だがそれでもひどいもんだぜ。角のために乱獲された際が絶滅寸前に追い込まれたように、個人採集がとどめを刺す形だ。人間の欲を形として見せつけられるのは辛いわ。そのせいで熱心な保護活動の輪を広げられないのも悔しいな。努力が実を結ぶ世界になることを願うわ。そうだな。人間の欲のために動物が滅びることはあってはならないぜ。そんなわけで今日は最強の超大紫の生態を紹介をしたが、これにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。